一方支援の動きはこちらでも能登半島地震の復興に役立ててもらおうと義援金の贈呈式がきょう大分市で行われました義援金300万円を送ったのは大分トヨタグループで式では大分トヨタ自動車の三宮邦夫社長が日本赤十字社県支部の三成大さんに目録を手渡しました 義援金は大分トヨタグループ4社とその従業員から集められたもので石川県など4県の義援金配分委員会を通じて被災者に届けられるということです。